あの子が誰と付き合っているとか、どこでキスしたとか、その先のこととか。ピンク色の噂が絶えず飛び交う校舎の隅っこ、小さなピアノ室。高校生の僕はいつもここへ逃げ込んだ。木々が色づき始め、人肌恋しくなる季節。普段とは明らかに違う色の噂を耳にした。あいつの親父、首吊ったらしいぞ。あいつとは僕の仲のいいクラスメイトだった。ピンク色に飽きたかと僕は呆れた。よう。いつも通りのあいつが現れた。親父死んじまった。目をつぶしてあいつは笑った。おう。気の利いた言葉は何一つ出てこなかった。住む町が田舎というだけで安心していた僕はこの事実を消化しきれなかったのだ。大量の唾液が喉の奥に溜まっていくのが分かった。いつものピアノ室、破れかけのルーズリーフ。溜まった唾液を吐き出すように僕はポロポロと言葉を並べ、慰めの歌を歌った。あれから何年経っただろう。あいつは今消防士として誰かの命を救っているらしい。そんな話を聞いた夜、僕は懐かしくなって卒業アルバムを取り出した。無表情で並ぶクラスメートの顔を見ていると、なんだかおかしくなってきて、にやけながらページをめくり進めた。最後のページにたどり着くと、まっさらなはずの空間になぜか記された力強い色の言葉に目が留まる。ありがとう。俺は生きるよ。僕は泣いた。赤子のように泣いた。感情のありったけをあいつに向けて、僕は笑いながら泣いた。